お待たせしてます、お待たせしてます、お待たせしました。いやー、皆さんいかがお過ごしでしょうか。楽しく過ごしているんですか。連休をいかがお過ごしでしょうか。皆様、今日は天の声スタイルでお送りしたいと思っております。ごめんなさい、正直いろいろやることが多すぎて、いろいろ間に合いませんでした、ごめんなさい。ただ今日はとってもレアなやつをお見舞いしようと思ってるぞ。今日はレアなやつお見舞いしちゃうぜ。はい、とりあえず乾杯しましょう。乾杯。乾杯の瞬間真顔になるよね。どうよみんな、連休。あー、お茶箱ありがとう。こんな俺にお茶箱をくれるなんてありがてえよ。ありがたいでしかないよね。あるよ、歯が白いよね。歯が白いですよね。あ、ドイヨシャールです。あ、歯が白いですよね。あ、とっても歯が白いんですね、うん、あ、適当でいいんですよ。もう適当でいいんです。それね、もうね、適当でいいんですよ。歯が白いのは適当でいいんですよ。いや、ちょっとね、今日はね、ちょっとね、短めでね、お送りしようと思っておるんですわ。すいません、本当に、ほんまにすいませんのことでございますよ、本当に。うん、どうですか。あ、仕事だった。まあ仕事、そうよな、仕事だよな。どっか行ったって人いないのね。ちょっと LINE 全然返さないじゃん、みんな。どうなってった。どっか行ったらその景色を送ってよ。いいかい。そう、皆様、本日21時からあれです、あれがあれでした、あれでしたんで、あの何にも出てこねえ。なんでだろうね、これ。なんでなんだろうね。なんでだかわからないよね。ちょっと待ってくださいね。こちら、今日の21時に発表になりました、マジックミラーアクロロロロロロスティック。ヒューヒュー、カモンカモン、イエー。皆さんどうでしょうか。こちらちょっとね、いろいろ対策して、いろいろやったんで、もうね、飛沫ちょっとあのだいぶ絶対にあの感染しないとは言い切れないですが、そのもう極限までね、そのね、いろいろね考えました。極限まで、そう、もうね、これでね、なんかそんな変なこと起きたらもうこうですよ。もうこうですわ、これは。これはもうそうなりますわ。こんな顔になりますよ、本当に。ねえ。ということでね。ちょっとね、あのね。そう、ああ、ありがとう。爆音で聞いてる？爆音で聞いてる。これを爆音で聞いとるの？大丈夫か？うん。そう、まあね、ちょっとね、まあ、あれですけど、ちょっと前の話になりますけど、9月11日ね。夏希さんの誕生日に、ジェルジェルはライブやったわけですが、はい、無観客でライブを行ったわけですが、はい、ちょっとね、この間の放送の最後の方に行ったんだけどね、あのね、しゅんちゃんとね、お話をね、お話というかね、しゅんちゃんにね、LINE してね、もう、あの、すげえ、あの、シャウトめっちゃ大変だったわ、つって、いや、ビューティー大変でしょって言われて、めちゃくちゃ大変だったって話をしましたよ。うん、そうね、うん、そうそうそう。でね、あのね、海がね、あいつも今回の新衣装をね、手掛けてくれたんですが、あいつがね、言ってくれてたのがね、
あのライブ、まあリハしか見れてなくて、ライブも途中まで見れるって感じだったの。その日ね、ビストリップも配信があったみたいで、そうそうそう。でね、海が言ってたのは、あのカラーズとあの追憶が聞けてよかったっていう、めちゃくちゃ昔のファンかと思ったよね。うん、すごいね、着眼点が素晴らしいよね。うん、俺ちょっと分かる気がするわと思って、俺もなんかカラーズと強気 やったの久々だなっていうね、うん、すごいジュエリー感があるなっていうね、うん、そんな話ですよ。はい、 あとねそんな全然ね、話がどんどん変わる2点3点するんですがね、あのね、あれなんか今日さっきやってたけどさ、さっきツイッターのあれで見たんだけどさ、あれやね、なんか空気感染、新型コロナの空気感染が確認とかさ、もうなんかいろいろやってるけど、なんかそれはなんかそれは違うのであるみたいなのもあんじゃん。なんかそれはなんか結局な、あの空気感染とはまた違うのであるみたいなやつやってるじゃん。なんだっけ、エルドじゃない、なんだっけ、ちょっと待って、なんとか空気じゃなくて結局飛沫のことよみたいな話になってるみたいね今ね。エアゾール、そう、エアロゾル、サイダちゃんありがとう、サイダちゃんありがとう、そう、エアロゾル、ねえ、これもまたややこしいからさ、これさ、もう、その、今めさ、こうやってパッとつぶやかれてトレンドとかになるとさ、まあ、空気感染っていうのはやっぱり見出しとして大きいね、インパクトがあるから、そうやってなるけど、ちょっとね、あれだね、精査しながらね、みんな、情報確認しつつ、あの早がってんせずにね、いけたらいいんじゃないかなって思ってますよ。はい、うん、そんなね、こんなですよ。ちょっと待ってね、いろいろおかしいな。ちょっと待ってね、うん、ちょっと待ってあれして、うん、ちょっと待ってね。あ、治った、オッケー。そう、あれね、そうなんよ、そう、ちょっと待ってね、ごめんね、ちょっとね、これちょっと一回消すわ。これね、マジクミのアコースティック、そう、あのマジクミのアコースティックはね、そうね、あのだいぶ極限までね、あのいろいろ考えてやったあれなんで、来る方はね、ほぼほぼ安心して、むしろこの交通で大変かもしれないけど、交通はちょっとそこまでは感染防止できないからあれだけど、うん、うん、そうだね、ちょっとね、ごめんね、ちょっとね、いろいろテンパってるわ。いろいろね、あ、そう、今日の放送でなんと、ゆうや、ツイキャスライブ履歴だけで言ったら今日が100回目です。ありがとうございます。今が100回、いやー、初っ端はね、もうね、本当全然原因不明のね、落ち方してたりね、ごめんね、本当ごめんねっつって、もうカクカクな放送があったりね、いろいろありましたよ本当に。100回ってすごくないで、一応その100回っていう、100回その配信ボタンを押し、あー、お茶枠ありがとう。100回ってすごいよね。これ結局何回何日やってんのっていうのはわからないんだけど、100回はやってんのよね、100回は押してんのよね。恐ろしい話やつは本当に、もう顔こうですよ、もう顔こうなりますわ、もうこんな仏ですよ、もう本当に仏スタイルでやってますよ。ありがとう。いや、100回続けるってなかなかね、難しいことですよ。で、100回でまた、成長してるかっつったらね、それはね、まあ一概に成長してるとは言い切れないですよ。それはしょうがない。それはもう俺の本質がね、変わらないわけだから、あー、お茶わかりだと、お茶わかりだ、うわぁ、そう。だからね、変わんないから、基本的にはもう変わらずやってきますよ。これがね、これが私ですから、うん、これが私だということで、これの私を好きになってください。ね、天から私はいつも見ています。あなたたちを、見ています。そう、ありがとう。いやー、すごいね、これさ、もうさ、ライブ履歴ね、 YouTube もさっき上げてましたけどね、もうね、 YouTube もう上げましたよ。さっきのね、
この間の動画、この間の動画これ見て、ちょっと面白かったからちょっと見てくれる？これ面白か知らんけど、これさ、もう昨日の最後ですよ。昨日のね、本編、昨日じゃねえや、この間の本編放送の最後の方よ。最後の方ちょっとこれ見て、これ楽しかったわ。結構ねやっぱりやったもん。じゃあリングフィットの用意しぬかな。くだらねえ。おしまい。もうこんだけテンション高くやってツイキャス切ってんのよ。金曜日終わってすぐこんな顔しとるんか俺と思って。まあ、頭クラクラするわ。これも恥ずかしかったわ。これやってさ、やっと終わった後俺こんな顔してんだなと思って、もう静寂に戻るの早すぎない？これいくらなんでも早すぎない？これすごい早いよね。現実がさ、もうここで切ってんのよ、ここで切ってんのよ、ここで切って戻った時にさ、もうさ、いやもう仏みたいな顔してるもんな、やりきった感。この極じゃねえよ、極じゃねえのよ。何やってこの、何なのこのおすまし、こらおすまし40、こらおすまし40ペイ、この本当に恥ずかしい。このね、裏側ってちょっと面白いよね。自分で見ててもちょっとなんかこう面白いなと思っちゃったよね。まあね、ちょっとね、コロナもね、またなんかこう一花ありそうな感じだけど、話が二転三転しすぎる。あのね、コロナもちょっとなんかこういろいろ変わりつつあるからね、そう、情報をね、あの鵜呑みにしないで、うん、ちょっとやっていこう。もうね、あなたたちは本当にあれよ、体気をつけて。私たちがじゃね、私があのしっかり見ていますので、うん、あ、いや本当ね、鼻ねってやつね、あのっていう、なんか鼻をなんかくしゃってるやつやってるな。あの本当に人はなくて七癖っつってね、もう癖があるわけよ、癖が強いわけよ本当に。そう履歴100になったって話ね、もう終わったね、そんな話ね。うん、そうでね、ごめんなさい、9月26日、じゅんさんとののれん分けが、無観客配信で、開催されます。ありがとうございます。そう、ちょっとね、まあ直前までじゅんさんもいろいろ考えてですね、まあ判断として、まあちょっとまだ早いんじゃないかということで、配信ライブで、配信ライブというか配信でやることになりましたんでね、ぜひちょっと、見れる方は見ていただいて、はい、マジで緊張するわ、もう緊張しとるわ、もうじゅんさん優しいけどさ、もう超大御所だから、だってピエロだから、ピエロなのである。いや、じゅんさんだってそうだよ、もう俺の周りには恐ろしい人がいっぱいいるわ。もうでも普通の気のいいおじさんね、そう、本当に、まあ俺もおじさんだしさ、まあもうおじさんだよ、どんどん、うん、あんまり変わんない。あんま変わんないから、うん。ということで、今日はね、ちょっとね、短めでやるよと予定なんですが、ただ、凄まじいレアなやつをちょっと、出そうと思っております。さあ、何でしょうか？レアな映像を少し出そうと思っております。さあ、何でしょうか？かなりレアな映像となっております。ありがとうございます。前にね、なんかちょっとね、
前にちょっとあれした、いや加工なしのすっぴんはもう絶対無理なんよ。これはもうおもてなしだから、おもてなしじゃこんなおもてなしあるか。これねなかなかレアですよ。ただね、あの本当にこれ大丈夫かなって、許可は取れないからね、許可は取れないから、でもしょうがない、もうそれはしょうがない、もう別にそんな気にするようなあれじゃない、気にするような人たちじゃないから大丈夫と思う。うんね、ちょっと今日はね用意がねいろいろ追いつけなかったからね、ちょっとレアなものでねなんとか気を引こうと思って、なんとかあなたたちのハートをね掴もうと思ってねあれしようとしてるわけですよね。ほらねこれね、はい、もうねなんとなくわかるんじゃない、これブレザー、ブレザーじゃないけどさワイシャツなわけよ。え、学文化祭学園祭、その通り。こちらね、いやねちょっとだいぶレアだけどね、何が なんてことないよ、なんてことないけど、見せるなら今日かなってなぜか思ったのよね、思ったんよね、思ったんよね、恥ずかしいけど見せちゃうわよ。そう見せちゃう、私見せちゃうのね。そうそう、その前に、その前にあとあれかな、どんぐらい今どんぐらいなんかな、マジックミラーアコースティックは結構売り切れちゃったり してんのかな、それとも全然大丈夫なのかな。ちょっと待ってね、ちょっと確認、確認、確認、確確認、認認、確確認、認認、マジックミラーアコースティック、あ結構ええちょっと待って、こわ、あカクカクニンニンしてるけど今、あら結構余ってるねいや結構余っとるね、あ結構余ってるよ結構余っとるね、16枠余ってるね、だから半分ぐらいは半分ぐらい余ってるから、半分ぐらい余っとるから今ね、あのねちょっと待ってね、ちょっと待ってね、それちょっとあれだわ、忘れてる人もいるかもしれないから、忘れてる人いないだろうな、でもな、ねちょっと待ってね、今空いてるのが4番1時半から、12番15時半から、13番15時40分から、16番16時半から、17番、19番22番23番、24番25番26番28番29番、32番34番35番と、いやなかなかねやっぱねこれが結局こういうことよな。いや今なかなかこんだけこう対処してもやっぱり行くのは難しいってことよね結局ね。うん、だから普段だったら俺だからやったら3000人来るわけだからさ、3200人来るわけだから、うん、それしょうがないよね、それしょうがないのよ。これね、ああ余っちゃったら一人の時間伸びるパターンではないかな、そこだけなんかその変な感じになっちゃうから、伸びるパターンではないかな。うん、まあ一応ね、そのね先着だけど、一応まだ売ってるんではい、うん、普段ね、そう普段3200、3300ぐらいかな今とね、
うん、でもちょっと今35枠がね、売り切れないんで、うん、よかったあのね、完全に たくさん対策してるんでね、よかったらね来てくださいね。はい、ということで今日はちょっと時間も、少なくやるわけですが、ちょっとレアなやつを、レアなやつを見せてもらう、見せようかなっていう。休憩長めに、休憩長め、まあ休憩、そうだね、その時間は休憩になるかな。まあ10分間なんだけど1枠で、長くそのまあ部屋にいないっていうのもちょっとその感染対策として考えてたところではあるんで、うん、ちょっとねそんな感じで、考えてもらえたら嬉しいです。はい、ちょっと今日はこれを流して終わるかもしれんよ。いやー、これ本当にでもさっき見つけたばっかりで確認してないんだよねはい、あー衝撃。いやー、ちょっと自分でやって衝撃だわ。ちょっとこんなん流すべきじゃないわこれ。いやー、ちょっと待って、ちゃんありがとうこれはねちょっとねだいぶレアというかね、まあ出す機会ないもんなこんなのな。でもやっぱりその同級生がアップになっちゃったりすると、こうやっぱりあのいろいろダメだなっていう気持ちになってくるもんだね。うん、同級生がね、あのね、そうなったらダメよね。ちょっと待ってね、ちょっと違うアングルのもあるわ。違うアングルのもあるけどね、なんかいろいろダメだね、いろいろダメだねまあね、文化祭ねこんな感じですよ。しょうがないね、音悪いのはね。もうその当時のビデオカメラだから、だから17とかの頃だからすごいよね。もう17の頃って俺23年前なの？やば。ちょっと待ってね。ちょっと待って。ちょっとアップになるからダメだわ。ごめん。ちょっとダメだな、時間ない中やるもんじゃないなまあね、こんな感じですよ。すごいね、やっぱね、23年前だよ。俺ね、ギター始めたの結構遅かったんだよね。高校2年とかかないや、高2か高3なんだよね。まあちょっとサイレントジェラシーをね聞いていただきましたけども、サイレントジェラシーなのか本当にX さんのね、はい、まあやっぱりね、あのまあうまい、あの軽音部がしっかりしてる高校じゃなかったから、部員がね7人ぐらいかな。でね、なぜかね、こう軽音部とかじゃないの、部じゃなくてフォークソング同好会っていうね、あのね、っていうね、フォークソングでもないし、あの同好会ってなんかこう何なんだろうみたいな、あのそんな感じの団体だったからね、なかなかいやー、変な汗かいたわ、変な汗かいた、もうちゃんと見るんだったわこれ。あまあそんな感じでございますわ皆様ちょっとね、まあ感染がね、またちょっとどうなるかわからないって、冬になってくるとまた感染拡大もね懸念されてますし、そうちょっとね、そのまあ11月と12月に行われるね、夕合わせの
ツアーもちょっと直前まで、ライブハウスさんも、できるのかできないのかってところを判断がねコロコロ発表してから変わってしまうのは微妙なんで、一応予定はございますが、ちょっとかなりね流動的に変化していくと思ってください。うん、いやもう分からんからさ、もう1週間で突然とかって結構あるからさ、そこはさ、ね、でなんか空気感染えれれみたいなやつになったらさ、なかなかねこう今判断したらちょっと早がってになっちゃしまうよね。うん、そんな感じですかね。あーごめんなさい、延長しました。今日はねちょっとかなり少なめに、お送りする予定でございます。はい、まあねちょっとねそうね早くねライブねできるようにね。そうでもねちょっとねまあ当たり前なんだけど、やっぱりその感染対策をしてもやっぱり怖いんだなっていうのがやっぱね目に見えて分かったので、いやそりゃそうだよなっていうところです。俺だって怖いし、うん、まあねちょっと一応ね常に気をつけつつやりましょう。こんな時代もずっとは続かないから、うん、ずっとは続かないと思うからね。ねえ、いやしかし高校時代の俺やっぱり痩せてるな。うん、痩せてるよ。バイトばっかやってたな。バイトばっかりさ、うん、バイトばっかりやってたな。デニーズのキッチンやってたな。デニーズでやってたよ。初めてやったバイトがデニーズじゃないかな俺。ありがとうございます、こちらこそありがとうございます。デニーズはねあれよ、もう覚えてるのはね1分行ってきますっていうのだけ覚えてるね。1分行ってきます、トイレ行ってきますは飲食店だからダメなのよ。だ1分行ってきますって言って、俺は1分以上かかるよって思いながら1分行ってたね。うん、あと先輩やたら1分行くっていうね、やたら1分行くなこいつっていう。うん、デニーズね、あーバイトしてた高校生結構ね、俺もねちょいちょいデニーズの広告はそのバイト募集はずっとあった気がする。うん、あ、8日とも1分。あ、ほんと、あれデニーズってセブンイレブンホールディングスなのかな、違うか、デニーズ、いや超雑談だな。デニーズは、あ、そうだよね、ヨーカドーだもんね。だからか、だから共通して1分なのかもしんないね。あ、四国にない、まあでもねデニーズ、まあデニーズディスじゃないけど、デニーズはでもね美味しいと思うわ。なんかねファミレスの中でもちょっとなんだろうな、ロイヤルホストとか結構高いじゃない。デニーズはね中間ぐらいじゃないかな。でも作ってる身からすると行きたくなくなるのはあるよね。うん、あーそうだよね、やっぱセブンイレブンホールディングスだね。こんばんは、あーブラウニーサンデー、ブラウニーサンダー、ブラウニーサンデーうまいよね、あれ昔からあるよね。みんなファミレスどこが好きねえ、ファミレス、ファミレスも今結構厳しいもんな。俺はねやっぱねサイゼリアだよね、やっぱりね、サイゼリア、ビッグボーイ、 You are big boy。 あーサイゼどこがいいよ、どこが好きねえ。あー、ジョナサン昔あったけど結構なくなったな。赤羽にもあったんだけどな。あ、サイゼリアすごい、え、サイゼリアすごくない？サイゼリアの勢力すごくない？ガスト、ロイホ、あ、ロイホはうまいよね。ロイホのカシミールカレーはうまいよね、うまいよね。
ガスト、あ、赤羽ある？赤羽西口にあったけどなくなんなかったっけ。あ、ジョイフルいいよね。ジョイフル安いよね。俺ジョイフル心配になるぐらい安いわ。あ、ジョイフルってさ、どこなんな、どこなのあれ、ローカル。ロイヤルホストデニーズ、あー、ガストもいいよね。サイズのマッシュルームスープ、え、知らない。いや、ジョイフルさ安いよね。俺マジびっくりするもん。武蔵の森コーヒー、何それ。そんな、パンケーキとかもう、そんな、なんか九州のイメージだわ。あー、ビクドンね。ビクドンもいいよね。いや、ケイちゃんがビックリドンキー行きまくるもんな。ビックリドンキー大好きって本当にすごい可愛いよね。俺ビックリドンキー大好きでも、ビックリドンキー大好きっていうのちょっと抵抗あるぐらい、ビックリドンキー大好きっていうの可愛いから、ちょっとあれだわ、抵抗あるわ。ポホって言いそうになるわ本当に。ビッグドンキー大好き、ポホって言いたくなるわもう。あー、デニーズいいよね。オニオングラタンスープもいいよね。いやー、ちょ、今危ないわ。デニーズのオニオングラタンスープの裏側の話しようと思ったけど絶対ダメだわ、やめたわ。うん、やめた、今やめたから。うん、聞かないでね、聞かないでね、絶対聞かないで。うん、絶対聞かないでね。絶対聞かないでね。うん、それ振りじゃないからね、マジ振りじゃないから。あ、ジョイフル大分なんだ。ジョイフルはいいよね。マジ東京にあれよ、東京にあれよな本当に。うん、気になるよね、気になるけどね。あのね、ちょっとダメだ。なぜ俺はそんな誘い水を撒いたのかよくわからないけど、まあでもね、あのね、そこで作ってるわけじゃないってことは言いたいよね。うん、やっぱあんだけメニューがあってそこで作ってるわけじゃないのは、まあ当たり前のようにそうで、あのね、そうね、うん、すっげえうまいから、そう、オニオングラタンスープすげえうまいのに、ああそうなんだっていうね、あの感じよね。うん、そう、まあね、でもまあ大体ファミレスはまあそうなんだけど、まあ温めなね、あれだよね。うん、まあ、サイゼリアはね、やっぱね、いいよね、今ね。そう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 、パウチな感じやね。パウチ、パパパパパウチ。うん、それ、そのパウチ売ってくれやと思うわ。うん、そう。あーね、なんかね、サイゼリアはね、なんかね、ちょっとテレビやってたけどね、その今コロナ禍でね、サイゼのメニューを、なんだっけな、サイゼのメニューを、なんだっけな、安くおろしてくれんじゃなかったっけな。なんかこう食材余るから社員に分けてたんだっけな。なんかすごいすごい、あの企業努力すごいなっていう、社長のそのは、社員への気持ちすごいなって思ったな。うん、ごめんね、なんかね、そんな感じだったわ。うん、あ、だから家ついて行っていいですかでやってたんだわ。うん、家ついて行っていいですかは結構見るよね、結構見ちゃうよね。あと池の水抜いてみましたはもうあんま見なくなっちゃったよね。なんかああいうの難しいよね。めちゃくちゃ流行ったらさ、なんかさ、構えてる人が多くなっちゃうよね。あんだけ家ついて行っていいですかとかさ、なんですけどってインタビュー、街頭インタビューしたらさ、あー待ってましたみたいな。もしくはさ、そのさ、ツイッターで、あのこの駅で家ついて行っていいですかに、あったとかでさ、そこの駅行ってうろうろするみたいなのちょっとあるみたいよね。すごいよね。いや、あんなん来たらみんなウケる？どうする？家ついていていいですかとかさ、街頭インタビュー、俺街頭インタビューは一回新宿で受けたことあるから、あのデュエルジェル放送の時に流れた、あのあの冬なのにサンダル半袖ハーフパンツでいたら声かけられて、テレビにすげえカメラ目線で喋っちゃったからさ、完全にあれしちゃったよね。オンエアされなかったよね。いやー、避けるよね、やっぱね。あれ、なかなかさ、
そう、声かけられに行ったのよ。バルちゃんその辺のあれすごいよね、嗅覚が。あれ多分寒い、急に寒くなったから、街頭インタビュー多分してるから、ゆうちゃんちょっと行ってみて、絶対声かけられるからって言って、いやまんまと声かけられて、しかも内容もそうだったからね。観察眼というかさ、すごくない？もういや金田一少年やもうそれ。推理すごくない？やばいよね。よく分かったなと思って。いやでもそう、なんかテレビのそういうインタビューとか、なんかこうほとんどそういうのやっぱりバンドマンっぽいと受けないんだけどね。やっぱあの格好してるとやっぱりなんか面白いやついるなっつって声かけられるんだろうな。うんねえ、どうみんな体調はどう？急に寒くなったけど結構急だよなやっぱりな。そのなんとか前線とかなんかこう、あんま知らないけどさ、急じゃない？急に寒くなるよね。この季節の変わり目はマジで気をつけて。あ、台風また来た？いやマジ窓コン、本当に窓コンもさよならだわ。今月の9月分のチェキのあたりに窓コンつけるからさ、うん、もう季節だからいらないから、もう窓コンサインつけてつけるから。重量は多分30キロぐらいあるけど、うん、家財便 E とかで来るけど、いや何すごい送料高い、うん、やだみたいな、うん、すごい高いけど、ごめんそれはごめんね、うん、これはごめん。当たったら強制だから、それはもうしょうがないから、それはそういうことだから、当たりは、うん、窓コン送るから、半端ないから窓コン、うん。しかしこの映像の流れ星ずっと流れとるな。あ、そう、9月の26のね、ジュンさんとの配信ライブ、配信ライブじゃない、ライブじゃない、配信、のれん分け、まあ、あ、Uパックがお得なんだ。そうなんだ、着払いだよそれは。もう着払いだよ、もう着払いで強制だよ、うん、クーリングオフできないから。伝票に窓コンって書いてあるから、何みたいな、え、これ何みたいな、重いけど何みたいな。そう、926のチェキは9月分チェキに、入れさせていただきます。はい、なんかでもジュンさん、なんかツイート見たらなんか走ったりしとるな。ちょっと俺もあれだわ、リングフィットもう本格的にちょっとちゃんとやんないと。なんかね、このね、やっぱね、寒くなるとね、俺ちょっと体調崩しがちなんよね。俺実はちょっと体調今日ちょっと悪くてさ、なんかちょっと昼間すごい悪くてさ、昼間とか夕方ぐらいでちょっとまあ治ったんだけど、やっぱね、こうやると治るわ、やるとねすごいわ。なんかもうみんなの力だわこれは。あともうずっと貧乏ゆすりしてるしな俺、もう楽しくて。いやご自愛くださいます、私本当に、うん、ご自愛、もう自分大好き本当に、うん、全然ね、全然もうなんかこう、あ、だからそんなに大変なあれじゃないだから、ない、大変じゃ、あ、大変なあれじゃないだから、うん、大丈夫だから、うん、本当に全然心配しないで、うん、大丈夫、うん、筋肉たくさん、はいはいはい、うん、生みっちゅう、うん、大丈夫、ごめん、そう、ごめん、なんかねこれ言うとみんなね心配するからね、うん、まあ心配させたいんだけど、にゃあ、そういうとこある、そういうとこある、もう仏フェイス、仏フェイス、ただの仏フェイス、うん、まあね、そうね、だからこうちょっと急に寒くなるとね大変だからね、まあね怖いよね、うん。どうよ連休は、みんな仕事なんか、なんかさ、もう紹介とかしないからさ、どっか行ったらどっか行ったやつを教えてよ、送ってよ LINE で、じゃないとさ、あ、なんかこれ
ちょっと待って、これなんか勇者ヨシヒコの仏みたいだね。ヨシヒコヨシヒコ、うん、だからもう掛け布団とかもう出しとき、本当に。そう、佐藤二朗さん、佐藤二朗さん、はじかみ俳優っていうね、その今脚光を浴びてる佐藤二朗さん、いいよね、かっこいいよね。いや、かっこいいのよ、逆にめちゃくちゃじゃん。明日仕事、墓参り、でも墓参り行かんとな、うん。佐藤二朗さんさ、あの身長181あるんだぜ。なんか身長高い顔じゃないからびっくりするよね。なんかこう、あの身長高い顔ってあるよな。あ、びっくりするでしょ。そう、なんかさ、あのキャラだとちょっとちっちゃい感じするというかさ、いや、すげえ勝手な話なんだけどさ、印象181センチだよ俺。あとね、孤独のグルメ、孤独のグルメってさ、ドラマあるじゃない。あれ俺も結構好きなんだけどさ、もうシーズン8ぐらいやってんだけどさ、あれに出てる松重豊さんだっけ、あれ松重、井の頭五郎の役の松重豊さんだっけ多分そうだよね、ちょっと待ってね。そう、松重豊さんさ、あの人身長いくつあるか知ってる？188あるんだよ。いや、188だよ。190近いんだよ。あれさ、ドラマで見てさ、わかんなくない？俺さ、それさ、なんで、あれおかしいなと思って身長調べたんよ。それが、岸谷五郎さんと、出てる回があって、こう、対面でこう、立って、横から見てる、こう、カメラワークだったんだけど、あれ岸谷五郎さんってこんな身長低かったっけと思って調べたら、普通に身長普通にあって、岸谷五郎さんいくつだろう俺なんかもう今や174あるからね。ほら、岸谷五郎さん175センチなんよ。で、普通に身長普通にあるじゃない。で、あれすげえちっちゃいなと思ったので、身長あるってことは松重さんなんか どういうことと思って調べたら、188だよ。188センチの人ってさ、1ヶ月に1回見なくない？あの、振り返るぐらいの人だよ多分188って。あ、顔もその顔してる俺身長高い顔じゃん。なんかてか、でかい顔じゃん。てか顔でかいじゃん。で、ちょっとやめてくれる？本当に。それ暴力だから、言葉の。それ言葉の暴力だから。ねえ。なんかあるよね、そういうさ。背高い顔。なんか初めて会って、初めて会った時が、もう椅子に座ってる状態で会った人で、立ってみてめちゃくちゃでかい、めちゃくちゃちっちゃいってさ、あるよね。なんか俺ね、もっとで大きいと思ってましたって言われるタイプなのよ。テレビで見るよりはちっちゃいですねって言われるタイプなのよ。うん、まあテレビは出てないんだけど。あと一回言われたのはね、あの、あ、本当に存在するんですねって言われたことがあったのね。うん、あの CG だと思ってましたっていうね。褒め言葉なのかよくわからないけど、いやー、永瀬くんはかっこいいよね。いや、永瀬くんは俺は好きだわ。あんな顔に生まれたかったわ。いや、 CG だと思ってましたって。あのね、ゆうちゃん爆死とかやってる頃に会った人に、あー、本当に実在するんですねあの、すごいふざけてる、あの、実際 CG だと思ってましたっつって、そんなあったよね。うん、面白いよね。
今まで言われた意外な一言みたいななんかある？うん、今言われてもないよな。ほっは！いや、ゆうちゃん爆死なんかほんとやばいわ。もうあれ時代が時代だったからあれだけどさ、リアルにマジバカったみたいなノリだったもんな。まあこの間も言ったけどさ、あんなん今残ってたら本当にあれだわ、もう今だともうモラルハザードだわ、完全にモラルないわ、本当怖い。なんかね、なんかそんなつもりでやってないってことがさ、なんかさ、こうさ、やっぱりこうモラルが上がってくるとね、変わってくるよね。今なんか歩きタバコしてる動画なんか あったらさ、もうそれでダメだもんな。絶対30キロ台なのにデブって言われた時、俺86キロでデブって言われてマジかよって思ったよ。マジだよって思ってるけど今は。うん、いや、やばかったよね。だってさ、エミリー・ローズっていうのを真似してる回があってさ、俺なんであんなことを思いついたのか分かんないけどさ、まあ隼人が俺を探しに行ってさ、倒れてんのよ。で倒れて目をカッて開いてカッって言ってまたどっかに去っていくっていう。俺マジあれぶっ倒れてる時にいろんな人通り過ぎてるからね、あの横を。俺がぶっ倒れてって、まあ普通の道でだよ、道でぶっ倒れて、で上半身裸でぶっ倒れたりしてて、ね、今やなんか、ああ YouTuber かなみたいな感じじゃん。マジでやばかったよね。シュウ様に、お前なんでいつもそんな怖い顔した。いやシュウ様に言われるとすごいな。いや結構十分シュウ様結構怖いプルですけどっていうね。うん、ああインスタで見たら、ああカラコンが怖いんじゃなかったんですねっていうね。うん、結構ねそういうのあったね。今考えるとそう、 YouTuber、 もう本当にあれだよ、本当にやばいけど、いやこれ言ったらやばいな、でも言あのね、それでやばいことになってる人とか、今それやってやばい人になってる事柄があって、それを本当にやっちゃってる回とかあるもんね。いや難しいよな、その辺な。うん、まあ今もちろんやんないよ、大人だし。うん、まああの時だ、あの時ももう十分大人だったけどさ。うん、だからほんと先駆けだよね。あの再生数すごいって言ってたもん、いつも。あのゆうちゃん爆痩せは全然だったけどな。痩せてすぐ戻ったし、ゆうちゃん爆死画期的だったよね。なんかあのあれよ、バーベキュー行ってさ、上半身裸、今上半身裸もダメなんだぜ男も。あの川の中入って川魚をこう取ってる野生の俺がいて、でこう川からバシャってやって、あの丸ごとバナナが飛んできたりするっていう。もうちょっと何言ってるか、知らない人は何言ってるかマジで分かんないと思うけど、ゆうちゃん爆死で検索して、爆死は爆発の爆に、あの始めるだからね。うん、いや歯焼いたバーベキューってあったっけ。そう、あーなんかそう、あーなんかそうね、すごいよね。だからバーベキューもすごいよね、丸ごとバナナが飛んでくんのよ。あのね、川魚をね、バッて熊のようにね、こう手でね、川をねバシャンバシャンってやってんのよ。でね、おーなんかいるぞ、おーなんか野生のなんかやついるぞっつって、で、あの焼き魚が飛んでくるとかね。今やったらマジで本当に、なんかちょっと前とか結構すごかったよね。なんかさ、テレビもさ、熱湯風呂やってんだけど、暑く、本当は暑くないですって注釈、本当は暑くないですって書いてあったりさ、なんかこう食べ物もさ、ちょっと無駄になるような感じの描写だとさ、スタッフが残さず食べましたみたいなさ、
絶対出さなきゃいけないみたいなさ、いや熱湯風呂入って本当はこれは熱くないですって書かれてるの本当マジシュールだったよね。ちょ意味わからん、なんかもう破綻してるよなと思って。ただそんな中我々はね、バルちゃんも言ってたけどあれだよ、あれ銀河国土348ね、え我々のデュエルジュエルの番組大食いはマジで終わった後談笑しながら早食いした余ったやつをみんなで食べてたからね。これ食べてスタッフが美味しくいただきましたって言って食べてんの俺らぐらいだろうな、ゲラゲラっつって、それをね我々はね謎の満腹って呼んでたよ、うん、だってねその早食いするわけだからさ、ある程度量をさ やってるわけよ。でこの栄養バランスなんか考えてないわけよ、面白いければいいと思ってるからさ。でさ番組やって大食いしてさ、そこでふわっと食って帰ってるわけじゃん。でさあれなんか俺飯食ったっけって思うのよ。だからそれが飯食べるって感覚じゃないから、だからねあれなんで俺お腹いっぱいなんだろうって言ってゲップして気づくのよ。あゲップして辛うわ辛い焼きそば食ったわうーんみたいな、うん何みたいなね、なんか腹いってんな、あ辛いあわさびいっぱい食ったわみたいな、何っていうね。いや食事ってさ、食事のモードがあるわけよ、心構えが。食事のモードじゃないんだもん全然。いや なんか勝手にそんなの勝手にしろって話だけどさ、やたらやっぱ大食いはやってたね。でもまだ銀刺しリアルタイムというかさ、生放送だ、あれも生放送だ、生放送で配信してたって考えるとすごいね、収録じゃないもんね。あんな垂れ流しの2時間半ぐらい、1時間半だっけやってたの、1時間番組で1時間半1時間で終わったこと一回もなかったもんな。ほんとね、あのねたまに YouTube に多分まだあるからね、暇な人はね見ていただいてそれきっかけでファンになりましたってね方もねおられるのでね、やっぱ何が引っかかるかわからないですよ本当に。世の中体張ってたよ。だってじゃあ今やったらやばいで言うとさ、本当に指味噌ペロリなんか絶対まずいもんね。俺指味噌ペロリ思いついた時はやったなと思ったもんね。このバラエティ業界に新刊もう震えるなディレクターと思ったもんな。指味噌ペロリはね、指に味噌をつけてね、それをペロリされるペロリするっていうね罰ゲームだったんだけどね、絵的にとんでもないのよ。うん、さすがにねテレビでもよね、あんなことはやんないね、うん、くだらねえくだらねえよな本当に。本当ね俺思うよ、 俺のね登録してる YouTube ね、なんか悪ふざけの YouTube とか見てるとね、なんかねほとんどやっぱね下品な感じがやっぱ好きなのよ、バカだし学歴も低い。おい言い過ぎじゃないか、いやちょっと言い過ぎじゃないか、ちょっと今の差別じゃないか。うん、まあだからそうなのよ。で育ちがさ、育ちがやっぱ悪いからそんなに良くないからさ、ね、ハイソサイティではないからさ、ローソサイティだからさ、ローソサイティになるとさ、やっぱりさちょっとおふざけなさ YouTuber とか登録するとさずっと見てるとさ男ほとんど男登録者のさ傾向とか視聴者の傾向が分かるらしいんだけどさ、40代の男らしいもんね、ほとんどが。俺の見てるやつクッキーさん分かる、野生爆弾のクッキーさんのさ YouTube とかさ俺すごい好きなのよ。なんかギターだったりさ漫画暴走族の漫画をさぶっ込みのタクとかめちゃくちゃ熱っぽくさ解説してたりさ、まあ車だったりそう、もう思いっきり男の趣味ってやつをさやってんのよ。それ見るとさやっぱさクッキーさん、そのスタッフがさクッキーさんこの YouTube の登録者の男女比どのぐらいなのか分かります？ああそんな64で女やろ、64で女性の方が多いやろって。いや
くりした、 95% 男ですっつって、マジかって言ってんだけどさ、マジってほんとね、あの俺の放送そんな感じするわ。もっとなんかこう、もっとなんかこう、なんかこう女子に触れ、女子に触れるで、女子に触れるってちょっとそういう意味じゃないの、女子の子金銭に触れることやらないとダメだわ俺。ちょっと、ね、何やったらいいね、地雷メイクでもする俺ね、何やればいいの、何を俺どうすりゃいいのねどうすりゃいいのね、まぶたピクピクしてきたわ本当に、勝手に左まぶたピクピクしてきたわこれ、もうやばくない、メイク、あ料理はいいかもね、あーケーキ、ケーキ作ってケーキ作って、痩せてみた動画、いやもう難しいわ、痩せてみた動画いろんな意味でも難しい、あー料理ね、メイク動画、あー確かに、あ確かに、でもさティント、ティントってさ、あー延長ありがとうございます、料理配信はいいかもしれないな本当に。俺さ、あのさ、基本的にさ、あの包丁はあれなんだけどさ、あんまり皮むきとかさ、もうほんと現代子だからピーラーとかなのよ、 100% ピーラーなんよ、だから皮むくのとか全然できないのよ。あのエイトブリッジね、あの料理イベントやってるけどさ、それをその料理、好きな料理をめちゃくちゃ工夫するのよ、だからね何でも料理できるわけじゃないのよね、好きな料理、肉焼くとかさ、肉焼くのはあーなんかこう鉄のフライパンでとかさ、あのもう何回も実験してみたいなさ、うん、そんな感じだからね、いろいろは作れないからね、なんかこう挑戦していくのいいかもね。あなんだっけ、あのパッなんだっけ、あの番組あんじゃん、やって到来、やって到来、やって到来みたいにやるかな、モーニングルーティーン、いやモーニングじゃないんだわ俺、なんかもう全然モーニングじゃないんだもん、もうバラバラすぎて。ねえモーニングルーティーンってなんか流行ってるよね。いやあと俺の、お前のモーニングルーティーン知りたないわっていうさ、ナイトルーティーン、なんかパックしてみたいな感じかな。いやだだ、そんなナイトルーティーンで言ったら俺もさ、もうさちょいちょいさ、なんかヒゲ抜いてとかさ、そんな見せられんわ、身だしなみ、ヒゲ抜いてる、ヒゲ抜いてる俺見たくないでしょ。いやほとんど生えないから俺もうヒゲ剃らないで抜いてんのよ、もうなんか雑草みたいに生えてくるからよ、もう見たいんか、見たい、見たいわけねえだろそれ。でももともと全然生えないからあの抜くんだけど、あのだからね、ピンセットだけでいいのよ、ピンセットじゃない、毛抜きだけでいいのよ、便利でしょ、便利な体しとんのよ、ビジュアル系には向いてんのよ。あの鼻の下めちゃくちゃ痛いのよ、鼻の下めちゃくちゃ痛いけど、もう俺は達観するからさ、もう達観してるから鼻の下さえも痛くないというね、もうね、ヒゲ抜く人どんぐらいいるね、ヒゲ抜く人どんぐらいいる女子もうこれセクハラになるのかな、怖いわ本当に、何があれ、ヒゲ抜く人、もうこれもうだからしょうがないよ、しょうがないよヒゲ抜く人は、はいね、ああれね、ひあのね、はね、剃る方が、剃るとね、あの肌荒れするんだってよ。なんかね、なるほどなと思ったの。俺ね、肌ね、そんな荒れないのはね、抜いてるからだと思うわ、ヒゲを。いや、あ、ちょっと待って、俺の端的な聞き方だとさ、もうヒゲ全部抜いてる。いや、ヒゲを、ヒゲ生えるんかって話になってくんのよ。その23人はさ、ヒゲ生えるんかって話になってくんのよ。これは残念ながらね、このね、アカウントでね、こうね、あのね、誰がそっちに入れたっていうのは全くわからない。もうね、迷宮入りですよ。てれてててて、てれてててて、てれてて、てれてて、てれてててててて、ざん、うん。
ヒゲ生える、あ、産毛ね、あ、産毛か、確かに産毛は女子も生えるもんね。うん、なんかね、すげえヒゲが濃い人の悩みっていうのやってて、あ、急な濃い一本ね、俺も急な濃い一本がね必ず生えてくるとこがあんのよ。お前またでもこんにちはって思うわけ。うん、いや、ヒゲはね、まあヒゲだって俺は生やしたいよ本当に。産毛が目立つときね、なるほどね。うん、なんでヒゲの話してんだろうね、なんなの、なんなの、もうなんの話だっけ。もうすげえ笑ったらもう、あ、肌荒れね、あのね、すっごいあのヒゲが濃い人の悩みやってたのが、なんか毎日剃らなきゃいけないから、剃るとね、なんか肌の角質までこう削っちゃうんだって。だからヒゲ濃い人、肌弱いって、なんか肌がめちゃくちゃ乾燥しやすいんだってさ。なんでそんなに上に君たちを見守っているからですよ。おとけフェイス、どうしてそんなに大きくなっちゃってんですかね、赤井秀和さんね。うん、常に君たちを見守っているんだよ。うん、お空から見てるよ。うん、いや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 、ちょっとね、そんなこんなでもう1時間雑談で話しちゃったよ。バイト時代の話なんかするしようかな。もう俺でもバイトはね、警備員が長かったな。警備員が完全に、でももう見た目は警備される側だったけどね。もうド金髪で、前言ったよね、前言った気がするわ放送でも。夜勤、警備の夜勤入っててね、あれだ、出版会社の倉庫の警備やってたのよ。だからもうその倉庫にはさ、すごい、その大きい会社の倉庫だったから、その昔だから創業当時に出してた出版物とかがね、湿度調整している部屋とかがあってね、マジででも怖かったね。すっごい古い建物だからマジで怖かったね。辛かった、ほんと辛かった。バイト、いや、つらなくはないけど、あのね、まあ某モデル雑誌もあるようなところだったのよ。でさ、その某そのモデルがさ、その倉庫と間違って、本社と間違って倉庫に来る時があったね。ですっごい汚いさ警備室でさ、もうヤニにまみれ、ヤニにまみれ、汗にまみれ、まずは今宵ダンスもいいんじゃない、やたら腰にくるリズムに目を任し、全裸まがいの肌にも目をくれず、だったのよ。うん、もう枕も茶色い枕でよ、仮眠室があるんだけど、マジでね、あれ本当病気になるわ今考えると。本当男だらけの職場で、ああいう雑然としたとこって怖いよね。仮眠室あるんだけどさ、仮眠室の布団がさ、マジで多分10年ぐらい洗ってない布団だったからね。いや、怪奇現象といえばそれがもう怪奇現象よな。マジ枕とか、シーツは買えるんだよ。シーツと枕カバーは買えるんだけど、新品なんだけど、その下の布団はね、もうね、マジ何色みたいな、ドドメ色だったよ。ラッドドメ色、泣いても止まら、干されないラブ。ラブはねえ、ラブねえな。ああ、そう、ライカジさんの近くでも警備してたよ。うん、収容所、密室だね。うん、密室だね。
何事何事、いや何事だよねこれね。ちょっと今ねちょっと今日いろいろね放送間に合わなくてね、ちょっと今日短めに終わろうって話だったんだけど、なんだかんだ言って楽しくて、みんなと話して楽しくて、つい長く喋っちゃうよね。いやー参っちゃうよねごめんね。いや昼間っていうかね、夕方ぐらいすげえ体調悪かったのよ。で寝たら治ったんよ。ちょっと元気なおじさんになったんよ。たださ、まあ身だしなみが整ってないからさ。いやそう、バイトはあと何やったかな、デニーズと、あとね短期のね仕事は、短期の夏休みの仕事とか結構やってたね。そうめんのそうめんイボの糸をコンテナに積む仕事やってたね。めちゃくちゃ重いよ、イボの糸の一箱。もうねもうね、ドンキでドンキドンキ、いや違う、イボの糸、いや麺ってね重いんよ、わかる？麺って重いじゃん、一箱だよ。いやそれがね本当に辛い。あのね、今考えるとやべえ人だったなと思うんだけどさ、その上の人というかさ、その雇い主がさ、あー品出し重かったイボの糸、いやお分かってくれる、あれをねコンテナ、わかる、あのね、あのフォークリフトで運ぶコンテナあんじゃん、あれに綺麗に積む仕事だったんよ。マジでもう本当にあの地獄だったよ本当に。地獄に行ったらさ、あの三途の川、なんか変な川の近くで石をずっと積み上げて、その石を鬼に壊されるっていうあれあんじゃん、あれみてえだったよ本当にもう延々とずっとあのそのめちゃくちゃ重い1個ね20キロぐらいあるんじゃないかな、イボの糸がパンパンに入ってるわけだから。そう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 、それ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 、なんとかの河原、サイの河原、そうサイの河原っていうのだね、あサイの河原っていうんだ。それさ、ほんとさ、もう感触持ちのさ上司というかさ、その運搬運送会社のさ人でさ、もういっつも怒鳴られてたわ、やばさーっつって、マジやべえやべえなこの人みたいな、今考え、今にそぐわないな、あんな人、俺後にも先にもあんなに怒鳴り散らす人あんないなかったな。山田じゃねえわ、なんで俺山田になっちゃうね、やばさーっつって、いやすごかったよマジ、怒鳴られまくってたもんね。でもね、そのね、俺の後に入ってきた人がいるとそこがターゲットになるのよ。うん、あとねバイトはねやってたのはね、長くやってたのはね、あのね山源ね、山源、こんなパーソナルなね話するけど、山源って知ってる？知ってるでしょみんな、ご存知、山源ね、うん、山に元気の源で山源ね、山源バイトやったわ。あのね百貨店とかの会場作りだね。でね、あのね、まあ知らないのは当たり前なんだけどごめんね、知らないと思うわ。うん、そごうとか伊勢丹とか銀座の松屋とかデパート、ね百貨店、すごい、あー山源来てる？マジか、山源それどこって聞きたいぐらいだわ。山源ね、俺やってたよずっと。あのねバンドマンってやっぱ登録制の仕事がやっぱりさ楽で、楽でっていうかさ、やっぱシフト組みにくいからさ、突然の仕事とかも、突然のこうバンドのね仕事とかもあるしっていうので、そこはね2日前に電話して予約を取れんのよ。で現場に飛ばされんだけどいやすごいよ。要はね百貨店の最上、会場作り、例えば宝石のディスプレイとか、あとあれよ、マネキンを設置ガンガンしたり、あとね五反田の TOC 東京卸売センター、そう物産展、物産展 TOC はよく行ったね五反田。
五反田 TOC の現場つらかったな。だって夜集合で朝まで仕事だからね。あのね、 TOC はね、スノボーとかアウトレットの70%オフみたいなイベント結構やるね。いや行ってたわ、懐かしい。いや前にそんな話したよね。でさ、すげえ癖のある社員がいてさ、その人がさ、あーやばさーっつってさ、で俺のことね、俺金髪だったからね、金髪って呼んでた。あ、金髪だ、あっちかーっつって、はーいみたいな、めちゃくちゃ怖かったわ本当に。でその人は癖あってさ、じゃら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 、まあ言ったよね、ウォレットチェーンつけてんのかなと思ったら全部50円玉。いや、なあそれみたいな。いや銭形平次みたいな、どういうことなあれ。その50円どうする気なの。もう1日や2日じゃねえよっていうね。いやウォレットチェーンに見えるのよ、遠くから見ると全部50円玉なんよ。すっごいよね、めちゃくちゃ癖ある人多かったな。あとそれこの話もしたことあるわ多分。いやなんだかんだ知ってるな私ちん。いやそこに繋がるんか、うん、三途の川の私ちんかもしれんな。でさ俺さ、すごいさ、あのさ、その当時さ、ウルトラマリンっていうさ香水があってさ、猫も杓子もウルトラマリンだったんよ。でも現場でもウルトラマリンと汗の混じるさ、ウルトラクセーのよ、それがウルトラクセーマリンなのよ。ウルトラクセーマリンの中働いてたわ。エレベーターとか乗ったらさ、もうウルトラクセーマリンなのよ、もう汗クセーマリンなのよ。やばかったなあの現場で。さそのさ、くっさいさウルトラマリンつけてるさ人がいてさ、その人がさずっとさ周りからさ、おじさんおじさんって言われてさ、なんでこの人ずっとおじさんって言われてるけど、なんかすごいなんか周りの人失礼だなと思って、おじさんって言うんだけど、おじさんって言ってんだけど敬語なのよ若い連中が。なんかそんなおじさんって呼んでいいよって言われてるってことねえよなと思って、もうマジでね4ヶ月ぐらい経っておぎさんだってことに気づいたのね。あ、これおぎさんって言ってるかもと思って、うん、いや名前個人名出ちゃってダメだなそれ。いやもうやってないよ。もう23年前の話だから。23年前のお話。いやあるよねそういうさ、なんかさ名前の間違いあるよね。俺なんかヤバセってなんか名字さ、すごい変な名字っていうかさ、まあこれ鳥取とかね、名古屋とかね、あの秋田にもあるのよ、ヤバセ駅って駅があるからね。この8つの橋って書いて必ずねあれよ、電話で聞き直されるね。ヤマセ様、あ、ヤバセです、あ、ヤナセ様、あ、違います、あ、ヤバセです、あ、ヤマセ様、はいもうヤマセでいいのみたいな、もうヤマセでいいわみたいな、うん、もうヤマセとしますっていうね。うん、漫画でおじさんいました、ヤマセ球場ある。いやマジかよ、俺一回ヤバセ駅行ってみたいよね。あ、なんかツイキャスやろうか、ヤバセ駅への旅、ヤバセのルーツをたどる。秋田だよね確かね。なんかね俺なんか名字をさ、ルーツを調べられるサイトがあって、それがね名古屋とね、分布が名古屋と鳥取と秋田だったんよね。でもね俺ね確かね鳥取だったんだよね、確か鳥取の方なんだよ。あのじいちゃんが鳥取の方だったんだよ。その辺もねちょっとね、ちょっと自分のルーツ探しとかさ、ちょっと あれだ、あとさ自分のさ、なんだろうな、家系のさ、なんか元先祖が何やってたみたいなやつさ調べてもらえるサービスあんじゃん。なんかこうあれな、書術をな、何を見て調べるか分かんないけど、そういう職業の人いるよね。前世じゃねえわ。いやそれはもう、まあ、すごい眉唾だわ。その水晶ダメだわそれは。いやある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 、確かね、そういうね結構高いんだけど、その自分のあの江戸時代とか、その
前ぐらいまでね、やっぱデータ残ってんだって。そう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 、なんかね、うちのばあちゃんがね、父方のばあちゃんがね、あれなんよ、北海道の松前藩、松前漬けの松前だと思うけど、松前藩の殿様の家系だったみたいな。いや今考えるとあれだけど、すごいなと思うけどさ、だからばあちゃんによくね話聞いてたけど、あれよ、小判があったって言ってたもんね。家に小判あったよっつってて、だそう考えると感慨深いよな。なんかその時代劇とかさ、ばあちゃんよく見てたけどさ、時代劇ってなんかちょっと昔、ちょっと前の話みたいなさ、なんか私が子供だった頃みたいな、大正生まれだったけどさ、私の生まれる40年前みたいな感じで見てたんかなみたいな。いやー、でもお殿様の家系ってね、思いながらね、おーすげーなーって思いながら子供の頃ね、あのね、過ごしてたんだけどね、なんかね、確かね、俺中学校かなんかでね、松前城とか松前藩が出てくるんだけどね、あんまりね、いい書き方をされてなかったっていうのをちょっと覚えてんだよね。だからそういうのちょっとうろ覚えだな。ちょっとルーツ、自分のルーツ探すのをちょっとやってみてもいいかもね。なんかさ、ちょっと下調べして、加山雄三さんは岩倉俺もそういうわかんない、歴史ほんと嫌いだったか、いや知らないか、ともみ、いや誰がともみこうやって読むのよ。ともちんグミです。いや嘘つくなよ、今更グミとする。あ、岩倉智美って聞いたことあるわ、音で覚えてるわ。あ、ともちん、そうなんだ。あー、でもなんか加山雄三さんなんかね、自宅で倒れられたみたいで大丈夫かね。あの人は本当世の中の中で一番若いんじゃないかなってぐらい若いよね。なんかね、今いくつ、80ぐらいじゃない、加山雄三さん。マジで若大将だよね。加山雄三さんいくつよ。83歳だよ。でさ、俺昔加山雄三さんのなんかテレビなんかパッてやっててさ、あの元気の秘訣は何ですかって言って、いや肉です、朝から肉を食べるんですよって言って、めちゃくちゃステーキ焼いててさ、朝からしたらさ、その時の年が75ぐらいだったからね、本当に。いやかっこいいよね。あー痛いよ。岩倉智美って読むのこれ。俺ほんとマジで歴史だけは本当に嫌いだったからさ、俺社会の点数マジで20点ぐらいだったからね。それ以外は100点だったけどね、それ以外100点ですけどね。うん、まあ嘘ですけど。あ、バイオぶっ続け20時間すごっ。あ、すごいね、えぐいね。いやーでも元気はね、やっぱね、肉にありだよ、肉にあり。そう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 、炭酸飲料、肉と炭酸飲料、いやなんか因果関係あるかもね。いや肉はすげえわ、あの年になっても肉食い続けられるようになりたいわ。いやなんか肉とか言ったら腹減ってきたわもう。あとバイト何やったっけな、でもその山源が長かったかな。まあ基本力仕事よね。うん、あとコンビニでバイトやってたわ、コンビニ。日本最高齢のおばあさま、あーコーラね、そうコーラ、好きなご高齢の方多いよね、コーラね多いんよ。
多いね。なんかこう有名なこう社長クラスの人とかも、なんかもう会長クラスの人とかも結構毎日コーラ飲みますみたいな人もいるよね。うん、あの糖分がいいんだろうなやっぱり。まあコンビニやってたけどね、コンビニはねまあサボりがちだったねあのね、もうレジをね他のバイトに任してね、あちょっと品出し行ってきますっつって、あのさコンビニの裏冷蔵庫になってんのよ、ガチャ冷蔵庫、飲み物をさガチャって開ける扉あるんじゃない、あそこにまあ飲み物を補充しに行きますっつって、なんとかしてサボりたいから、その寒くてもそこにずっといるっていうね寒ーみたいなでもサボりたいみたいな、うん、本当にダメだったわ。いやーでもコンビニもね結構ね、なんだろうな、やっぱりいつものいつも来る人っていうのがやっぱりいてさ、そこはやっぱ覚えるんよね。俺のやつとコンビニはね必ず毎日日本酒を買いに来るねヤクザの人がいてね、もういつも怖かったね。温めますかって言ってたよ。あまあでもね俺シャイトゥーシャイシャイボーイだったからね、本当に本当に声ちっちゃかったと思うわ。もっと声大きくしてって店長にめっちゃ言われてたわ。いらっしゃいませ。こんぐらい。もうあと尖ってるし、変に。なんで尖ってるやつがコンビニやってんだよって話なんだけど。やってたね。でさ、その当時はさ、廃棄って言ってさ、なんか、いや、今や俺コンビニなんかやったらさ、俺本当に超いい接客するよ。俺いい接客するぜ。たまにいるさ、前にも言ったけどさ、めちゃくちゃ接客いい人いるじゃない。もうすごいっていう接客めちゃくちゃいい人いるじゃん。俺あの人ああいう人さ、その感動を常に接客で与えてると思うとマジで評価したいなと思うよね。俺一回行ったことあるもん。前も言ったっけ、あのめちゃくちゃ接客気持ちいいっすねって、マジすごい今感動しましたって言ったことあるもんね俺。両手でお釣り渡すのもそうだし、なんかこう物腰も柔らかくて気も利いてて本当にすごいなと思う。なんかなんだろうな、この人接客の神だなっていう。もう逆にさ、すごい接客態度悪い人いるじゃん。もうなんかもうバーコードピーってやった後投げるみたいな人いるじゃん。半分これちょっと投げてないみたいな。いやでも大変なんだろうなって思うけど俺は文句は言わないけど、すげえ大変なんだろうな、なんか嫌なことあったんだろうなって。いやでもこれ多分俺じゃなくてもなんか怒る人怒るんじゃないのって思うんだけどなーって思うよね。いやめちゃくちゃ接客いい人当たるとほんと一日気分いいからね。いやーなんかすげえ良かったなーって、すげえいい人だったなーって思うよね。コンビニバイト受かるうちに、いやさいてっぺちゃん受からんよなコンビニバイトは。うん、受からんよ。ローソンの制服入るやつがないだろう、筋肉すぎて君。うん、いやなんだかんだ1時間半やってるな。いやーそれなー、缶コーヒーホットアイス各1本買った時に何も聞かれずに袋同じ袋に入れたやつにはねえ、立腹腹立った。それ俺ねアイスとホットスナック一緒にされた時あるからね。
アイスとだよ、これもう隠し犯だよねと思ってちょっと言ったことあるよ俺。いやだってアイスとなんだっけな、その時ファミチキとかまだなかったけどね、だから相当前、フランクフルトかなんかだと肉まんとかかな、一緒に入れて、でいやそれ一緒になさっては困るでござるって言ったのよ。うん、拙者アイスと肉まん一緒ではアイスは溶け肉まんは冷たくなってしまうでござるっていう風なあの感じで言ったのよ。うん、まあ実際もうちょっと怒ってたんだけど言ったらさ、すっごい嫌な顔されて、もう変えられて、いやアイスはだって冬でも売ってるべや、むしろアイスは冬の方がうまいぜ。いや肉まんか忘れたけどね、そのなんだろうな、一緒に絶対しちゃダメだよねっていうものだったの。いやそんなんあるよね、でもそれはもうもしかしたらだけど、そのあの罰ゲームでやらされてんのかなとか思うよね。もはや今だったらあのモニタリングかなって思うよね。あのテレビ番組のこの一般の人のドッキリなのかな、嘘だろっていう、なんか周り見ちゃうよね。それ今されたらゆうちゃんはプライベートは怒るみたいなさ言われ方をさ、矢田さんの番組にされたからさ、みんなにあの怒るみたいなこと言われたからさ、それ本当にそうなのかみたいな検証動画みたいので、これアイスと肉まん一緒にされたらデュエルジュエルかなって思うよ俺これはデュエルジュエルの手が加わってるかもしれんと思う。なんかそういうのある、なんかまあでもそのバイトの子もそうだから、そのなんか仲間内でちょっとその罰ゲームだったかもしんないよねってさえ思うよ。だってもう絶対一緒にしないじゃん。いや分からんけど自分は気にならんのかね、やられたら。いや面白いよなそういう感覚は。あとスーパー行った時にさ、もう絶対その今日食べれるアボカドをさ、あのレジでピッてした後にすげえ下の方に置く人いるじゃん。それ大体男なんだよね。あの若い男はね、若い男はダメ、本当にもう本当未熟よ、本当に分かってない、もう本当にまだね、あのね、合いびき肉だったらまだいいけど、本当にあのねステーキ肉、もうステーキ肉、安い肉、アメリカのもう安い肉だけどステーキよ、それをさもうさあのさ食肉トレーのさパックをさ下に置いてさ、その上にさボンボン物も乗っけてくやつ。いやでも俺それはね何とも言えないわ、自分でなんかこうスーパー行って買う感覚ないとさ分かんないもん。いやマジかと思う時あるよね。いやその上にそれっていう、だから俺レジスーパーのレジ並ぶ時は絶対絶対気にしないから、あったかいものも冷たいものも一緒に全部で一緒に大丈夫ですって言うと、えお前マジかって顔される、みんな無理なのと思いました。いや無理じゃない、俺もね割とねそのレジ袋今分けるとそのお金もさかかるからさ、まあそんなに意識しないんだけど、なんかさそういう時期あるよね。うん、あーお兄さん、若いお兄さんだけど噛みたいよ俺。だからねレジはねスーパーのレジでね食品買ったりした時に下になんかこう柔らかいものを置かれちゃうと困るから、あのねちょっと年を召したねあの女性の方のところに行くよ。
あとおじさん、おじさんのレジすげえ早いんよ。おじさんのレジは早いんよ。おじさんは社員の場合が結構多いから早いんよね。あとさ、レジでさ、たくさんさ、レジがたくさんあるじゃない。でさ、俺ここどこが一番早いかなってさ予想して並ぶのが俺好きなんよ。あのパドックなのよ、パドック。どこが一番早く行けるかな。うん。あるあるかな、あるあるじゃないのかな。見た目だけベテラン感出してる新人。あ、でもね、あのね、新人のバッジをつけてるんだけど、めちゃくちゃ接客も素晴らしくてレジ打ちも早い人は、これはヘッドハンティング、もしくはあのヘッドハンティングなんかされてね、あの元々やってた人だなと思うな。うん。いや、ベテランオーラ全開のおばちゃんはさ、あれすごいよね。あの肉とかさ、あの豆腐とかさ、もうあの薄いビニール袋入れてくれるもんな。いや、それやってくれるなっていう。しかもすげえ早いのよ。なんたる、なんたる手際っていうね。いや、しかも早いんよ。あとね、なんかね、あとね、なんだっけな、野菜、野菜はレジの時に野菜をこのボタンを押してるでしょ。それにすげえ一生時間かかる新人さんはやっぱ大変よね。ピーマン、ピーマン、ピーマン、ピーみたいな、いやん、このペースでやるのっていうね。でもしょうがないよ、それは初めはみんな、みんなね、初めはそうだぜっていうね。うん、あるよね、そういうのはあるよね。しょうがない、それはしょうがないよ。ローマは一日にしてならず、ただ今のその例としては適切ではなかったけど、うん、なぜローマとしたかは分からんけど、うん、そんな感じだよ。うん、こんな変わったバイトしてたよってなんかある？ねえ、教えて。ねえ、バイト。あと俺なんか変わったバイト結構やってた気がするんだけどな、思い出せないな。バイトすげえやってたな。あ、エアコンの取り付けやってたわ俺。バイトしたことないの？そっか、それもまたいいよね。バイトね、めっちゃバイトしたわ。バンドマンはバイトしてる人多いんじゃないかな。原宿マックなんてやばそうだね。あ、原宿マックってあの竹下か、竹下あれ1号店だよね確かね。あれ違うか、銀座マックはすごいよね。ペレレ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 レテテテテテテテ。おもむろに久々にアコギを取り出したよ俺は。竹下店やばいよね。あのポテトが上がった時の、あの上がった時の音がした時のポテトのがいいよな、やっぱりな。やっぱポテト上がった時の着信音作ってたもん俺。うん、着メロで。郵便局の配達、あー、あれあれか、バイトか。その繁忙期に正月とかに結構あったりするよね。出版社で漫画家さんに届いたファンレターの仕分け、あ、すごい。八百屋みたいなとこでバイトしました。うーん、八百屋とかもいいよな、ちょっとな。なんか余ったのとか持って帰れそうだし。そんなことばっか思ってる。
郵便局とローソン。うーん、え、何そのポテトの、ポテトの、まあポテトの絵文字すごいね。お、そんなんあんの。みこさんすごい。あー、年賀状の、そうだよね、年賀状だよね。遺跡のトレース、あー、なんかあるよな。なんかあれだよね、こうざっくり発掘されたところからちょっとずつ、こうちょっとずつあれしていくやつ、筆とかでやっていくやつ、すごいね。 あとテレアポはやってたな、バンドマンだらけだったな。ガソスタはさ、いいよね。ガソスタは、男は、男は車好きだったらすげえいいんだよね。日雇いで消火器の充填作業、あー、すごい、消火器の充填すごいね。としまえん、としまえんもね、なくなっちゃったんだよね。かわ、あれなんだよね、ハリーポッターにね、あれどうなるんだろうね、あのメリーゴーランドね、どこに行くんだろうね。あれも世界遺産みたいになるレベルだもんね、あれね。ガソスタいいんだよな。ガソスタね、車、この車だったらガス給油口こっちだなってね、覚えるんよ。あとバイクとか車詳しいとね、いいね。遺跡のトレースいいよな。テレアポね、やってたよ。ほんとバンドマンだらけだったよ、マジで。バンドマンバンドマンとバンギャがめっちゃいた気がする。うん、めっちゃいた気するわ。なんか口のピアス率高くねみたいな、あの派手髪多いなみたいな。あー、これメリーゴーラ、これメリーゴーラのやつか。これな、何の絵文字かなと思っちゃった。テレアポは大変よね。もう本当理不尽な人いるからね。まあしょうがないよね、そういうもんよな。ファッション雑貨屋の店員、めちゃくちゃいいじゃん。おしゃれ、おしゃれじゃん。町内会の福引き、いやー、おしゃれじゃん。いや、ごめん、おしゃれではない、ごめん、おしゃれではなかったよ、それは。ディズニーシー、え、すごっ、すごいね。おい、なんだっけ、さっき言ってた、さっき言ってた、なんかバイトの話、なんだっけ、何してたって言った俺、さっき何してたって言ったっけ俺。マックじゃ、マックの話の前ぐらい、ちょっと待って、ちょっと読み直すわ。なんだっけ、何やってたっけ、これなんだっけ。ちょっと待って、なんて言ってた俺。おい、何やったって言ってた、テラポじゃなくて、なんかやってたわって言ってた。何、もうおじさんわからんわ、もうおじさんわからん。あー、警備は違う、警備はね、ずっと警備はずっとそうなのよ。あー、エアコン、まあ、サイダ君よく聞いてくれてるわ。サイダ君、エアコン、そう、エアコンの取り付けはつらかったよ。前話したことある？もうなんか言ってから思い出すわ。エアコンの取り付けのバイト、夏の短期なんだけどさ、まあさ、えらい朝、まあ、集まってさ、そのもう何軒回るって決まってんのよ。でさ、行く家さ、エアコンついてないんよ。ゾッとしない？夏だよ、エアコンついてないんよ。だってエアコンつけに行くんだから、エアコンないんよ。めっちゃくちゃ暑い。あれはしんどかったな。
エアコンさつけてもらいに来て、つけてももらいに来てもらったことはあるでしょ、業者さんに。でもね、そのね、いやそうだったなと思うんだけどさ、俺もエアコン取り付けてもらった時に取り付けてくれる人ってさ、だいたいさ腕の筋肉すごいからかっこいいよね。あのさ持ち方とかさ、こう設置するときにさ変な負荷かかるから腕の筋肉すごいよ。俺もうキューン、もうキューンキューン、もうやばいよね。もう運転焼けした右手と輝く汗よね。で外気をさ外につける時の危険でも頑張って、この感じな、うん、俺はあの新人だったからこのパテを渡したりね、パテを渡したりしてたよ。主にパテを渡してたよ、うん主にパテをその人に渡すって役やつね。でさまたさ感謝されんのよ。俺その名残でさ、あその名残なんだけどさ、あのさ夏の暑い中つけてもらって大変でって、だからね必ずねお茶菓子もらうよね。お茶と冷たい緑茶とかジュースとかねくれんのよ。俺だからバイトやってたからわかるからさ、俺もそのクーラー壊れた時に業者さん来てくれた時にさ、いやちょっと大変ですよねって言ってエナジードリンクを渡すようにしてる必ず。なんかさそのさエナジードリンク飲むか飲まないかは別としてさ、それちょっとさこう嬉しくない？その飲む人じゃないかもしれないよもちろん。でもなんかこうあなんかこの触れ合いだなって思うというかさ、そう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 、いやでもエナジードリンクも考えもんだよな。話どんどん変わるけどさ、そうなんかさ何でもいいのよ、何でもいいからそういうなんかちょっとのですごい変わるよね。麦茶とかさでもいいんだけどさ、なんかああちょっとやっといたやつってさその部屋にずっといないとかさ、なんかこう取り付けるとことかなんかこう俺見ちゃうもんね。ああそこ大変っすねみたいな。俺なんかその業者さんとかとすげえさ話しちゃうタイプだからさ、結構ねその人の話を反省を聞いたりするの面白いよね。それタクシーの運転手さんともめちゃくちゃ喋っちゃうわ。全然喋ってくれない人はあ多分この人は多分そういうタイプじゃないんだなと思ってすぐにスンってなるんだけど、スンってなってグッって寝るんだけど、結構喋っちゃうタイプだな俺。いるよねそういうめんどくさい人。俺コンビニの人喋っちゃう時あるもんね。うん、結構喋っちゃう人喋っちゃいがちの人いる？あのタクシー乗ったらなんだっけな、俺そのあのね俺そのエアコンの人はね面白かったのはね、猟銃をね撃ちに行くって人だったね。ハンティングが趣味で休みの日は必ずそのハンティングに行ってるって人の話すっげえ面白かった。その銃を所持する権利を持ってて、おおやっぱり喋んないよね、あんまり喋んない人の方が多いよな。なんかね意外と面白い話聞けるからね、ちょっとねふわっとなんか良さそうな人だなと思ったら話してみると、なんか作業中ずっと黙ってんのもっていう人だったりさ、喋ってると早く時間過ぎるって人もいるから案外ね喋るとね面白い話聞きたりするよ前に上野でその飲んだ時にさ、
お酒をハヤトと飲んでたんだけど、ハヤトと幼馴染と飲んでたんだけど、上野で飲んでた時にその隣に座ったおじいちゃんと外国人の方がいて、もう言ったらね、もう本当一杯もうすごい安いみたいな、トイレもうそこの、ああそうそう、その話したっけ、貿易商のおじいちゃん、そう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 、えらい大会社の社長だったね。で面白い文化があるからみたいな感じで、その貿易の取引先の外国人を連れてきてたみたいな。っていう、トイレもない居酒屋にあのそういうもうとんでもない人が結構来て話し込んだりして、面白いよねそういうのって。でもね、なかなかそういうのもね、まあそういうの目的じゃないけど、飲みのそういう席ってなんかこう、なんかよくあんじゃん、なんかさ、なんか俺一回 SNS のやつ見たことあるわ、なんかね、ハッピーバースデーを仲間内で歌って飲み、個室で、で大部屋かなんかの一角で、5、6人でパーティーやってて、でハッピーバースデーというハッピーバースデー、ハッピーバースデーでやるのかな、ハッピーバースデーというおめでとうって言ってこうやって拍手したら、周りの人もみんな拍手したのよ。で、わあありがとうございますみたいな、よくあんじゃん、よくあるなんか光景じゃん、昔よくあった光景じゃん。そしたらそこ、その人たち、その周りにいたその人たち以外の 2、30人がね、芸大かなんか、なんか音楽学の学校の人たちだったのかな、なんかコーラスとかそのなんていうの、声楽の人たちだったみたいで、指揮者の人が一人いて、ハッピーバースデーをそこでプロのハッピーバースデーを合唱で歌うっていうサプライズがあってさ、たまたまそういう人だったっていうことでさ、あれ、あのその動画も結構面白かったね、そんなことあるんだみたいな。もうあれよ、本当にコンサートホールで聞くような、その男の人は下のパートを歌って、でもさ、普通に居酒屋でその座敷でさ、座りながら歌ってるからさ、こう胸張って凛として歌ってるわけじゃないからね、絵とねこう音が全然合ってないっていうね。ああいうサプライズは結構ね、ハッピーバースデーバーって歌ってありがとうございますみたいな感じのがなかったら起きなかったりするからね、ああいうのも面白いよなね。いやー、そんなこんなでちょっと2時間ぐらい喋っちゃったかしら、私あたす結構喋っちゃったね、本当にね。ということでちょっとね、まあラジオみたいに聞いていただければ嬉しいんですが、ちょっとね、ディエルジェルのね、そのね、9月11日のライブもまだもうちょっと見れるね、2週間だから、25日までかな、みんな結構見てる？結構見返してる？どうなんどうなん。お、今日も見てました、素晴らしいです、素晴らしい心がけです、皆さん毎日見てください。おい、 HDMI ケーブル買ってきて見てんのけ、4回目。あー見てる、あーそっか、通勤途中にも見れる、あー確かに。なんかさ、熱量すごいよねあのライブね、何なんだろうね、なんかこう全然配信な感じしなかったよな。新曲のところは特によく、そうだね、新曲はやっぱりいいよね、上がるよね、曲調もそうだしさ、
こうライブに行きたくなるってチューンになってるからね、ちょっとライブでどうやって動くかななんて想像しながらさ、体が勝手に動く感じがね、夏希がその曲の中にたくさん織り交ぜてるから、ぜひねちょっと聞き込んでね、また音源の時にもねどういう風に変わるかっていう、そして新曲は私のギターソロだったり私のシャウトの部分があったりねするわけですよ。うん、その辺もねちょっとね見ていただけると嬉しいですね。うん、でねこの自粛期間にね私ねちょっとねやっぱねそのデュエルジェルはデュエルとジュエルミニアルバムを出した時から楽曲がですねチューニングが低いチューニングになってるんですよ。ドロップ C シャープっていうチューニング方法からドロップ B っていうチューニングになってるんですけど、しゅんちゃんはね途中からギターをね、7弦に変えて低い曲、チューニングが低い曲は7弦で対応してたんだけど、なんと私もいよいよ7弦を購入しました。はい、やっぱねその機械で音を下げてるって状態でやってたんだけど、それはその持ち替えだったりその音質がガラッと変わってしまうから PA さんも大変だっていうのがあったんだけど、やっぱちょっとね前々から考えてたことで、でデュエルジェルのライブも、あるとね、これからねこうやって世の中がだんだん落ち着いてきたら普通に大手を振ってできるようになった時にね、あーお邪魔ありがとう、そう使えたらいいな、ありがとうチョバカありがとうっていうことで使えたらいいなってことでね、ちょっと前々から考えていたブランドしゅんちゃんにも相談してね今日も、うん、チョバカありがとう、そうなのよ、そうだからちょっとねまあ楽しみにしといていただけるとね、うん、なかなかね新しい楽器、まあ自分の機材でしっかり弾き込むことって楽器ってできないからさ、その買ったものを自分の仕様に近づけていくか、それでもダメだったらもう一回売って他のを買うみたいなところなんだけど、だいぶねいい匂いはしてるというか、うん、やっぱね7弦はその低い音がねしっかり再現できるし、チューニングも安定するのでね、だいぶもっとパワーが増すんじゃないかなっていうね。夏希も5弦になるでしょ、B の曲激しい曲のになるときは5弦を持つじゃないですか、白いベースを、うん、そうそういうふうにね楽器がバンと変わるとね、うん、いい感じにアンサンブルも変わるんで、ちょっとそんなデュエルジェルのアンサンブルもニューアンサンブルも楽しみにしていただければね嬉しいですね。いつねできるかちょっと分かんないけどね、まあでもそれ我々は生きていれば絶対ライブはやるのでね、やりたくないわけでは絶対ねもちろんないですし、うん、その時が来たらねまあ意欲的にねギターを買ったりねするぐらいなんで、うん、まあ配信を経てねやっぱね思ったんよね、すっげえ音良くてさ配信、やっぱケンさんがしっかり入ってくれてまあエリアだったっていうのもあるし、でエリアの PA さんともさすごい長く付き合いがあって、その PA さんとケンさんも通過でね仲良く、知識の交換もしつつ一緒に飲みに行ったりしている中なんで、やっぱりデュエルジェルを出したい音ってとどういう風にすればエリアでその音ができるかっていうのが合致してる音がみんなに届けられたと思うんです。そうした時にもっと7弦だったらこの激しいゾーンもっと音良かったんだなと思うと、これはもう買おうと思ったんよね。それってだからそのなんだろうな、その必要と本当に必要とできたというか、それは結果がいい音でできたから生まれたもっとっていうさらに追求ってところで、いやもう全然音いいんだよ今でも、
うん、でもさらにこれが良くなるんだったらなっていう風に思えたライブだったと思うと、すげえいいライブだったんだなと思うよな。いや本当に自画自賛だよな、本当いいバンドだよな。そうなんや。あ全然、あ2時間超えちゃう。そういえばプレステ5が発表になったね。プレステ5予約した人いる？PS5 予約がいないか。いやローンチって言ってさ、発売ハードまあこういう PS5 とか Nintendo とか Switch とかハードウェアが発売されるときに一緒についてくる、一緒に発売されるソフトのことをローンチって言うんだけど、そのローンチがねあんまりね、あんまりなんよね。だからねちょっとまあ見送ろうかなって話なんだけど、だいぶ良さそうだね。 4K だしさ、なんかゲームだけじゃなくてもだいぶいいものになりそうだよね。お、お、8人は買う予定だ。あ、延長ありがとうございます。ちょっとね気になるよね、やっぱね世界へ誇るゲーム機だからね。どんなタイトルがね、まあ買うよね。でも今転売やばくない？なんか初日の転売、初日の予約の転売が48万とかだったよ。いやすごいよね、30何万とか考えられんよね転売。まあでもなんかさ難しいとこでさ、世の中にはさ5万だろうと50万だろうと変わんない人はやっぱいる、多分すごく少数いるわけでさ、なんか手に入るんだったら別にお金惜しまないからって、いや俺3兆円持ってるから、俺3兆円持ってるからって人いるからさ、まあ俺も3兆円は持ってるんだけどさ、うん、それ結構あるよね。あ、桁間違え狙いなんだ。いやでもめちゃくちゃコンマあるしな。でも酔っ払って注文とかもそれもあるかもしれんね。うん、いや恐ろしいよね。 PS5 のローンチって何なんだろう、調べてもないんだけどさ。まあでもなんかこうさ 5G も来てさ、なんかこう 5G ちょっと楽しみよな。この配信文化がさ当たり前になってさ、アーティストも配信できるようになって、この間ハイドさんが配信ライブやってたけど、それすごいシステムなのがさ、みんなウェブカメラでハイドさんがやってる箱ででっかいスクリーンにみんなが映るのよ、24分割ぐらいで。でその配信を買ってビデオつなげた人はその時間でそのお客さんが切り替わるのよ、表示される時間で何秒で切り替わるみたいな。だから1000人いたらそれで全員希望者の人は全員映ったらしいね、全員映る時間があるっていう。だからこう全員の顔が一人一人見えるっていうね、ライブをやってたよ。それすごいなっていう。それね 5G だから要はさ、それやるのにはさ遅延があったじゃない、今までは遅延があるじゃない。俺がバーンってジャーンってやってヘッドバンのタイミングが全然合わなかったりするじゃない、回線によって。そうね、 5G で全部ね統一してね、同時につなげてやったみたいよ。まあ割り振りは多分ねランダムでそういうソフトを入れてるのか分かんないけど、新しいこの配信ライブの形な感じがすごいいいよなっていう。うん、ハイドさんからはお客さんの顔がずっと注視してれば全員のお客さんが見れるっていうね。
何秒間に回に何秒間に1回、24人だったら24人表示が切り替わるっていう。早く 5G 来てほしいよな。だからまだ全然一部らしいからさ。あ、なかなか繋がらなかったんだ。まあでも大変だよね。そう、時間内に必ず1回全員が必ず1回映るっていうね。そう、だからライブにいる感覚というか、うん、その気持ちが嬉しいよな。そう入れる、その空間に映像だとしてもハイドさんが見てくれてるっていうところ、うん、一瞬でもね。だそうやってそういうシステムがどんどんねアップデートされていくっていうのは新しい形ができていくからさ、なんか悪いことだけじゃないよね。じゃあ本当のねちゃんとしたライブになった時に元に戻るかってったら、それを経てるからさ、きっとなんかもっとなんだろうな、みんなのこと考えられるというかさ、うん、そうで、あれですよ、マジックミラーアコースティックですよ、俺ので、あれですよ、あの そんなにあの売り切れてないっていう、ね、半分ぐらいしか埋まってないっていうね。なんもう、いやしょうがない、それはしょうがない、それさすがにライブ行くっつってね、もうハード高いから、うん、やっぱね余ってるね。まあだからそういうことだよな。あ、1枚売れたわ。さっきから、あ、1枚プラス売れた。うん、1枚売れたね。まあでもね、ちょっとね、わかるよ、でも。サイダーが買ってくれたんかな？うん。まあもうちょっと時間かかるってことやね。うん。まあでも僕は買わないでしょ。うん、まあちょっとやれることをやっていきましょうよ。うん、ちょっとね、冬これからね、また秋が来て冬が来るから、また今なんか、まあ今ねちょっと時間経ったからまた言うけど、あれですよ、あのなんか空気感染みたいに言われてるけど、ちょっとね情報をねしっかりねたくさん精査してから判断して、早合点してリツイートとか変にしないようにねした方がいいんじゃないかなっていうところですよね。うん、そんなこんなで2時間過ぎました。はい、ありがとうございました。本当にちょっと今日はね、短く終わろうと思ったんですが、ちょっと体調もねあんまなんか良くなかったんだけど、すごいなんかみんなのおかげで良くなったわ。みんなのおかげとしとくよ俺は。だってそうだと思うもん。こんな饒舌にバカみたいな顔してずっと喋って、仏みたいな顔してこんなずっと畑じゃない仏みたいな顔してずっともうこんなずっと喋ってるからさ、楽しいってことよな。うん、今日ねちょっと体調ね、そうリングフィットはねちょっとねあれやね、ダメだね、ちょっとゲームはやめとこうかな。うん、そんなこんなで、9月26配信、じゅんさんとの配信もございますし、もうちょっとね11月12月はちょっとライブをやる予定ではありますが、しっかりねその状況で精査して考えて、その状態で、1週間ぐらいでね急にね、この寒い、今日からすごい寒いじゃないですか、今日昨日ぐらい、その寒い時期にいきなり感染増えたりとか、まあ何が起こるかわからないんでね、常に、考えながら適材適所で対応していこうと思っておりますので、みんなも体調をしっかり気をつけて乗り越えていきましょう。引き続き、もう半年以上経ってるぞコロナ、いい加減にしろよ本当に。早くもうちょっと、もうそろそろ、まあ、もうそろそろいいかな、もう人間痛い目見たっしょっつって、もう帰るわって言って、もうどっか帰ってほしいね、もう帰る
っつって、うん、はい、ということで、2時間9分、ありがとうございました。また金曜日に、たくさんやりましょう。金曜日次 ないよね、何もないよね、大丈夫、金曜日、金曜日にやっていい、金曜日やっていいかな、うん、金曜日やるわ、25。あー、お茶もありがとう金曜日にね、また会いましょうよ。はい、体調ね、あのね、そんなに悪くはないんで、あの悪かったらもう、あの、ま、もう体調悪いから、あ、体調悪いからやんねえわ、プチプープープー、こんな感じになってるからね、多分ね、うん、全然体調は大丈夫なんで、みんなのおかげだと思っております。病は気からやね、ちょっと寒いからね、ふわっとね、体調崩したかなと思ったら、全然全然、むしろちょっとやればよかったわ、リングフィット。でもいや、なんかぶり返したらやだな、ちょっと、うん、でも全然元気だからね。あー、お茶ばかありがとう、お肉がいっぱいや、お肉食べて元気になるよ、ご自愛します、自分大好き、愛してます、自分愛してます、自分うん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 、みんなね、あれよ、引き続きね、感染対策もそうだけど、季節の変わりあれだから、季節の変わりあれだから、普通にマスクもしてね、水もたくさん飲んでね、感染予防ね、普通にインフルエンザとかもあるから。あ、お茶ばっかりありがとう、今日何、いや、お茶箱の俺今日どうしようかな、マジ普通の何でもないおじさんなんだけど、ひげ抜いてないおじさんなんだけど、うっすらしかひげ生えないの、どうにかしてよ、かっこいいひげ生えろ俺。 ありがとうお茶箱ありがとう、どうしようかな、ちょっと考えるわ、うん、ということで、どうしようかな、すっぴんだないや、すっぴんは取れないからね、ごめんね、マジで、とんでもない、あ、わかんないわ。どうするか、ちょっと考えるわ。うん。ということで、もうちょっと23時44分、明日も明日、まだ休み？明日から仕事か。休みの人も。あ、違うじゃん。秋分の日じゃん。じゃあ、明日から秋じゃん。いや、すっぴんワインじゃないんだわ。すっぴんワインじゃないんだわ。いやいや、ちょっと綺麗にしとるよ。綺麗にしとるんよ。ある程度綺麗にしとるんよ、俺も。肌綺麗なアプリ入れとるんよ。うん。明日までお休みだね。うん。お休みの方もね、お仕事の方もね、ちょっとね、体調気をつけつつ、まあね、アーカイブあれしたんで、あれしてくださいね。最後にもう一回見とく、昨日の俺。あ、もう、あ、消しちゃったからもういいわ。ごめん。ね、ちょっとこのアーカイブも、ちょっと割と早めに上げるようにするんで、途中から聞いた人は、戻って、聞いてみてくださいね。それでは本当にありがとうございました。ちょっと短いけどごめんね、お話はいっぱいしちゃったね。うん、じゃあまたね、ありがとうね。ちょっと待って、ボンズにしよう。それでは皆さん、良いお休みを過ごしてください。連休を、お仕事の方は引き続き頑張りすぎないでね、季節変わり目なんで、体調がね、気をつけてください。それではまた金曜日に会いましょう。いつだってあなたたちを見ています。